シャルなお客様ということで、別荘ルの梅沢さんお越しいただきました。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今日はカットです。はい、はい、どんな感じにしたいですか。前髪が長いので眉毛ぐらいで、横もそれくらいの長さで揃えてもらって、ここでバーって揃えちゃって、そうです、耳も出て、あ、横も刈り上げる。はい、あ、すごい4とかです。おすごい、直毛出してる量もかなり、はい、刈り上げるとすぐこうまっすぐ伸びてきたんですよ。あ、どれくらいの出てきたんですか。月1。あ、マジか。で、今日は、カットと、1つのクーポンになっております。デビューの服でしたから、はい、今日はブブで、はい、出店ということで、お世話になっております。ユニクロの方が好きなの。ソーシャートで結構伸びてきたかなっていうぐらいで。あ、そうですね。ところによると、プレステル。あ、はい。手に何ですか。一応大会とかは。あ、すごい。はい、出てます。大会出てるんですか。はい。ユニフォームとかもある。あります。すごい。週2回ぐらい集まって練習して。週2回。はい。はあ、キッチンカーやりながら。あ、すごい。ねえなあ。初日にあのお母様が運営なんですね。はい、もうふわふわーってね、めっちゃ可愛いっすよね。今サルもトリミングしに行ってて。あ、そうなの。一緒に切りに。わー、なくなりましたね。なくなりましたね。何になるかな。昔からずっと手をやりたくて、一つ一つの夢が今実行中だよね。そうですね、ちょっと段階というか、一緒にやろうかなっていう気になった。なかった、何も言わずに一人で準備し始めて。すごいですね。できる範囲で思ったら、準備が持ってもらって、準備がないし、準備が。完全にある個人事業ですね。そうですね。それこそ YouTube とかで、企画ものとか、ちらちら参加してもらえれば、嬉しいな。あ、ぜひぜひ。そこで卓できるのかわかんないですけど、やってるのないですよ。テニス部なんですよ。あ、そうなんですか。テニスやってる人だと結構卓球もできるんですよ。テニスやってるやつは卓球できないんですよ。あの、ちっちゃいわけに入んないです。絶対ホームラン。一回後ろ向けてた。はい、これでいいですか。はい、はい、ほんとまっすぐ。なんか伸ばした方がいいよとは言われないですけど、綺麗だから伸ばした方がいいとかもったいないよみたいな。この子、はい、自分で作ってきて、秋で自分であの研究してやりました。うん、お料理が綺麗だ。そうですね、楽しいです。うん、買ったものも、いいじゃないですか。全くないです。あ、全くないですか。全くないです。おい、何でも好き。下祭りみたいな、結構沼まる。いや、そうですね。いっぱい買っちゃって、なんか逆に自分が楽しいんじゃないですか。買っちゃいます。本当にサラサラで真っ直ぐな毛だから、ぐちゃぐちゃにしてもぐちゃぐちゃに絶対ならない。うん、羨ましい。どうですか、あの、この辺が、出てます。あんな感じになりました。そのままですね。はい、はい、アロマツリーリラックスとかいろんな種類があります。好きな香りをブレンドしていくという感じになります。今日は気をつけてリフレッシュなので、はい、やっていただきます。シャンプーして、シャンプー台でやります。はい、シャンプー台って寝たままやるスパーがほとんどだったんです、家の中って。うちはこうやって座った状態でやります。さて、じゃあ始めていきます。ちょっとオーバーリアクションしてください。めちゃくちゃ気持ちいい。ああ、よかったです。リアクションだけ。ちょっと頭硬いかもしれない。痛いところないですか。あ、本当ですか。内臓とかも多分、この辺だとしたら腎臓とか肝臓とか。あ、毎日飲んでるわけじゃないんですか。毎晩飲んでます。飲んでる。
本ぐらいですか。なんか20代前半に2回占いしてもらったんですよ。2回とも26、中から後半にかけて消化器を気をつけなさいって言われて、もう痛いです。全然強くしないです。本当ですか。はい、ということで、カットさせていただきまして、当店の店前でカットとか大体月2回か3回か、ね、ぜひお忘れていただけたらと思います。どうでしたか。いや、緊張しましたね。またちょっと機会があれば解説していただけたらと思います、はい、では、ありがとうございました。ありがとうございました。